はいどうも皆さんこんにちは。なんもない男でーす。そっか、これ首がすぐ曲がっちゃうんだな。ただいまですね、私原付が壊れてまして自転車で移動してます。つい最近ですね、視聴者さんからリクエストをいただきましたので、そちらのお店に本日は向かいたいと思います。でね、今回自転車でねやるにあたって、このカメラどうやってつけてこうかなってすっごく悩んでたんですよ。100均でね、とりあえず帽子を緊急で買ってきてなんとかねつけれたんですけど、これさ、スクーターよりもいいよね。揺れが軽減できてるような気がする。ではですね、本日行くところはですね、岩槻の方になります。それではですね、早速向かってみましょう。そうね、この久兵衛もね、いずれ行きたいんだよね。すき家系列さんのねお店らしいんですけど、一回だけ行ったことあってね、大好きです。あのバカ盛りはバカ盛りです。デカ盛りじゃなくてバカ盛り、あれは好きです。でここね、竹沢の食堂、行ってみたいな。ゆで太郎はいいや行ってるから、めちゃめちゃ行ってるからいいや。でね、結構ね家から距離があるっていう感じのねことを伺ってたんですけど、まだね15分ぐらいしか経ってないんだけど、もう3分の2ぐらい来ちゃってんだよね。マジでさ、熊谷の加賀屋食堂とか行った時とかさあれタフだったよね。往復で6時間ぐらいかかったもんね。片道3時間かかったもんね。もうあれはすごかったわ。ここら辺からなんです。ここら辺からが分かりづらくなってくる。どうやらですね、この道をまっすぐなんだけど、どういうこっちゃねこれこんな細い道じゃん。どういうこと？突っ切る大通りをなんかここら辺でね右に曲がる道があるはずなんだけどね、ないね。あれまっすぐ突っ切ってたんだけどね、今。こんなところに自動販売機、直売所があんだ。これさ全然わかんないんだけど、だから道がないよね。ここ行ってみるか。これどういうこと？なんでマップには道が出てたのにここ道ねえじゃん。こう道が出てたのよ、マップ上に。おなんだよこの道。俺よし行くぞじゃねえんだよほら東京さ行くだじゃねえんだよ。どっちかっていうと俺は東京生まれなんだよ。ヒップホップ育ちなんだよ何なんだよ40になって静かなところに引っ越そうと思ったらこんなところ来ちゃったよヒップホップ育ちがこんなんだったらちょっと面白いけどね大丈夫なんこれ。なんだよ東京でベコ買わねえよ。はいで、ちゃんとしたアスファルトに一回出てきます。もう一回その道を突っ切ります。そしたらさらに大きな道路に出てきます。ここを左に行きますよね。そうしてある程度走ると出てくるはずです。株式会社富士団フジモンみてえなそしてね、私にはもう見えてます。あれでしょ多分。いいね。はい着きました。本日行くお店がこちらですね。橋本屋食堂さんです。こちら Google 評価がですね 4.0 です。でね、カツカレーがどうやらすごい人気と書かれて、でもカツカレー750円なんだよね。めちゃめちゃ安いです。なのでね、早速向かってみましょう。あれ？ここでやってる？すいません。やってますか？そうなんだ。何時ぐらいに？4時。ちょっと待って。ああ、全然大丈夫です、大丈夫です。すぐですね、1時間ぐらいです。あ、じゃあ4時にまた伺わさせていただきます。はい。あ、で、そう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 、うん、店内がねこんな感じです。ありがとうございます。はい、でね、これが調味料ですね。これが唐辛子、これが胡椒、爪楊枝、ラー油、お酢、これが醤油だね。で、これがソース、これが箸ですね。で、これがね、ティッシュ入れになってるっぽいです。うん。いや、でもさ、430円なんでね、ラーメンが安いよね。うん。はいでね、はい、いつものメンバー。よし。ちょっとやっぱ汚れてきたな。うん、よし。さあ、じゃあできるまでね、待ちましょう。うん。あ、でね、今回はね、ラーメンとカツカレーを頼ませていただきました。うん。意外にも安いね。あー、でも喉からね。あ、そうだ、ツイッター上げないと。今すごいですよね、高架化が始まったんで、高架化が始まって、電車の、そう、もう、はい、はい、今、工事中です、はい、すいません、ありがとうございます。よし、届きました、カツカレー出てきましたね、うん、なんかね、でもこれが一番ネットでね、一番人気なんだよね、みんなカツカレーうまいって言ってるの。多分ね、フライが人気があって、このカツがうまいんだろうね。うん。チャーハンの器かな。でもなみなみ入ってる。すっげえ。はい、ではいただきまーす。で、まずカツを食べないっていう、ね。うん、じゃあいただきます。あれだ、蕎麦屋のカレーみたいな味する。うん、うまい。何これ。うまっ。カツわかるわ。衣超うまい。何これ。はい、でこっちがね、ラーメンですね。そう、ラーメンもね、なんか具材がちゃんといっぱい入ってて、これで430円、安いよね。うん。ちょっと小ぶりな丼だけど、あれだね、麺がひたひたに入ってる。結構ボリュームある。すげえ、久しぶりの撮影だからすげえがっつりだな。ラーメンほっとする味だね。うん、いい。ラーメンはね、結構ね、マイルドでね、甘みの強いかも。うん、うまい。なんかさ、今までこの王道の味っていうのがあるわけじゃないですか。うん、ちょっと変化球が入っててうまい。めちゃめちゃうまい。これとカレー、なんかね、このカレーにはね、ラーメンスープが少し入ってるんだって。だからね、出汁が効いてんの。めちゃめちゃうまいよ。うん、なんだよこれ。カツね、普通のカレーライスにプラス100円でカツカレーなのよ。うん。ねなんかね、わかる。この感じの味だったら紅生姜かもね、これ。うん。でもラーメンも量多いな。カツカレー絶対食べに来よう。またうますぎる。お、最後の一言コメントが決まったぞ。うん。いや、でもマジでうまい、このカレー。わかる。うん。逆にこれが普通になっちゃってるんですよ、多分。うん。全然カレーの中にうまみがすごいですよ。うん。よし、じゃあごちそうさまでした。いや、すごい美味しかったです。はい。ちょっと私の動画的にここを撮らないといけない。それ撮らせてもらって、これ食べ終わりましたよっていう。そうか、いっぱい頼みすぎてるから、残してんじゃないのこいつって思われるのが嫌なんで。はい、橋本屋食堂さん、ありがとうございました。本日の一言の総評コメントを行かせていただきたいと思います。はい、本日の一言総評コメントですね。不動の美味しさですね。いや、これマジですげえ。びっくりしたね。なんなんこれ。まずね、芸能人が何人も来てる。超有名ホテルのね、お偉いさんがいっぱい来てる。まあそういうのもね、いっぱい話を伺いまして、さらにですね、カツカレーの中にはね、ラーメンのね、スープの素が入ってたりとか、ラーメンもね、何もね、変化球なしに。ストレートなね、醤油のね、味をしてるんですけど、まあ、選んでる多分、熟成醤油でしょうね。相当レベルが高い熟成醤油使ってるのかね、深みの濃いね、醤油の味がしました。なのにね、あんなに具材もいっぱい入ってて、430円。あれやばいよね、マジで。ここまた絶対来るわ。で、フライうまい。カツカレーでもなんか、カツめちゃめちゃうまかったんだけど。ということでね、本日のね、動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。ラーメン屋あるさん。屋根風車、また同じ場所へ帰って。揺れて、風間な心、君は知らない。